どうもヤグタウンです。今日は讃岐うどん屋さんではなくて香川県の焼肉丼屋さんの方に向かおうと思っています。そちらのお店なんですけど、去年の11月からやられている焼肉丼屋さんになります。どうやらお肉も結構稀なやつを使っているので、すごいね美味しいのに安く提供できる焼肉丼屋さんになります。ということで今日は綾川町にある焼肉丼屋さんへ向かっています。最寄り駅綾川駅でだいたい 500m 程度離れた位置周辺のうどん屋さんとして香川や綾川店さんであったり丸善さんがあるだいたいあの辺りです。食べログの点数が 3.05 点 Google の点数 2.8 点となってました。定休日やイオンモール綾川に準ずるということで、こちらイオンモールの中にある飲食店です。営業時間は10時から21時までとなっています。ということで到着です。はい、到着しました。こちら綾川町にある、綾川イオンです。はい綾川イオンの中のフードコートにあるらしいんですよね。綾川牧場っていうお店の名前です。さあ行くぞ。はい、ということで、イオンモールの3階ですねにあるフードコートのここです。綾川牧場さん、焼肉丼とあとステーキとかがあって、まあ、ここ見てみたらショーケースにお肉とかも並んでます。はい、これを食べれるわけですねそれでは注文していきます。こんにちは。これごめんなさい、おすすめって言ったらどれですか？おすすめはこちら焼肉丼になります。焼肉丼、はい、大中小があって上に乗っとるのはどれを選んでも同じ値段、はい、ということですね、はい、じゃあ和牛ネギ塩丼の中でお願いします。はい、ありがとうございます。焼肉丼は比較的すぐできるんで、お会計した後音の鳴る機械みたいなのあるじゃないですか、できたら音が鳴る、ああいうのは受け取らずにここで待って受け取りになります。メニュー表こんな感じになってます。焼肉丼が大中小とあって、まあ、中が760円、ほんで4種類ある中どれでも同じ値段っていう形になってます。他にステーキ定食、焼肉定食も揃ってます。お肉の増量は 50g240 円。飲み物もビールとかも揃ってて、お肉の持ち帰りもやってて 100g 以上で注文できます。ステーキ食べてくれますか？ちょっと味見だけでも。あ、じゃあお願いしていいですか？ありがとうございます。ありがとうございます。やった。和牛ステーキ。はい。あ、やった。ありがとうございます。これもここで待っとったらいいんですか？焼肉の方はすぐお出しでするんやけど、お肉の方今から焼き始めるんです。はいはいはい。焼き鳥とか見とってほしいんですよ。あ、マジですか？じゃあちょっとここから見学します。こんな感じで切りたてのお肉を焼きたての状態で提供してくれます。しかもこちらのお肉、国産黒毛和牛の A4 ランク以上っていうすごい品質、まあかなり物のいいお肉となっています。はい、お待たせしました。はい。じゃあおすすめのステーキ出ますんで。あ、定食で出してくれたんですね。はい、定食で。あ、はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。ポン酢とタレと、はい、ポン酢とタレ、はい、うちの特製のこのタレですが、北海道の。あるんですね。はい、いただきます。はい、いただきます。それでは、空いている席の方について食べていきましょう。それでは、いただきます。今回は和牛ステーキ定食と和牛ネギ塩丼をいただきます。和牛丼は焼肉丼、ネギ塩丼、レタス丼。おろしポン酢丼の4種類から選べて、どれもこのキムチに、国産黒毛和牛の A4 ランク以上のお肉が使われています。これ国産黒毛和牛の A4 ランク以上って知ってるからかめちゃくちゃ美味しかったです。結構甘辛く味付けられてるんで、もういわゆるすっごいご飯が進む系の味付けやなって思いました。あと火で炙ったこのお肉の焦げたような香ばしさもうめちゃくちゃ良くて、なんかその火の熱で溶けたお肉の脂のうまみみたいなのも合わさっても、なんか直接脳に美味しいってこう訴えかけるような美味しさでした。お肉の量もすっごい多いなって思います。ただ結構脂身部分が多めなんで、いわゆるこうむつごいのが好きな人にはもう最高に合うなって思います。国産黒毛和牛の A4 ランク以上っていうのがこの値段、しかもこの量で出てくるっていうのはもうなんか本当すごいなって思ったんですけど、どうやら理由があるらしくて、仕入れ先の徳島県にある谷富士ファームっていうところとオーナーさんがすごいなんか仲いいらしくて、だからそこからもう直送の直売できてるからこの値段でこの量でっていうので出せるっていうことでした。お肉多い分このお肉だけだと結構くどくなりがちなんで、ネギ塩とかあとキムチ挟んで食べるのいいなって思います。いいお肉だけど安いんで、もうこんな感じでかき込んで食べるなんて贅沢もできちゃいます。それでは和牛ステーキ定食もいただきます。ハサミがついてくるんで食べやすいサイズに自分でセルフで切り分けていきます。定食はご飯、スープ、キムチがセットになってて、ソースは2種類、ポン酢にわさびがセットになってるのと、あとステーキソースと用意されています。せっかくなんで贅沢にちょっと大きめに切ってやりました。フライドガーリックと一緒にまずはポン酢にあとわさびもつけていただいてみます。中はちょっと赤みがかったレア風な感じの焼き具合でした。特に僕何のお願いもしてないんで、標準ならこれくらいになるかなと思います。で噛んだらですね、しっかり柔らかいんですけど、でもしっかりステーキ感っていうかこう肉肉しさもあっていいなって思います。これもがっつりご飯進む系でした。わさびも本当に僕は肉とめちゃくちゃ合うと思うんですよね。あと焼く前のお肉見てみたらこうサシもしっかり入ってたんで、本当にもうそこら辺はさすが黒毛和牛って言った感じやなって思います。で来てる場所によっては結構ね脂身が多いところもあって、その分うまいんですけど、やっぱどうしてもくどくなってくるのがこのポン酢で食べることで、このポン酢のさっぱりで結構うまくバランス取れてるなって思いました。あとフライドガーリックもうこれがね間違いないんですよね。もう個人的に僕ニンニク大好きなんで、こんなん肉と合わせてまずいわけないです。ほんとすっごい美味しかったです。それでは次はこのステーキソースにつけていただいてみます。ステーキソースの方がもっとご飯進む系の味やなって思います。なんか今ステーキ食べてるなってすごい実感できました。あとやっぱお肉の量もすっごい多くて、それと同時にやっぱ油も多くなっちゃうんですよね。そんな時にこのスープが結構あっさりしてるんで、その油感みたいなのも流してくれて、次の一口がまた美味しいみたいに食べれて、それもすごいいいなって思います。自分で肉切ったんで、こんなもうめちゃでかなステーキ肉とかも作って、しかもそれご飯にのせちゃってステーキ丼とかにしちゃって、食べちゃってっていう、なんか本当贅沢な食べ方をしてるなって思いました。それでは最後の一口、ステーキも丼にのせていただいてみます。気軽に国産黒毛和牛のA4ランク以上を食べれるっていうのが本当ねすごいなって思います。しかもどこから仕入れてるとか個体識別番号みたいなのもはっきりしてるから、なんか安心して食べることができるのもいいなって思います。イオンシネマ綾川で映画見ることもあると思うし、結構近くにヤドン公園とかあって、それに遊びに行った帰りとか後でも寄りやすいなって思うんで、ぜひ気になる方行ってみてください。はい、ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。どうもごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。ということで今日は綾川町にあるこちら綾川牧場さんの方へ食べに来てました。駐車場はもう綾川イオンですね。そして店内というかフードコート、こんな感じになってます。ちょうど中央あたりに綾川牧場さんあります。はい、ということで綾川牧場さんいただいてきました。もう腹パンパンめちゃくちゃお腹いっぱい。やっぱりね2つ食べるってすごい多かったんやけど、多分ねあれステーキだけでもめっちゃボリュームあったと思います。お肉もやっぱね脂がめっちゃ美味しいんですよね。はい、脂めっちゃ美味しいし、脂身もかなりね多めなんですよ。だからいわゆるむつごい系みたいなのが好きな人はもう相当ハマると思います。はい、焼肉丼もうまい。そう丼どっちがいやどっちもいいですね。丼もステーキもどっちも美味しいです。はい、はい、ということで今日の動画もしよければ高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。